千下鉄道は愛知県下において現在の名鉄高和線に相当する路線を布設運営した鉄道事業者である。本校では事業者としての千下鉄道のほか同社が布設運営した鉄道路線についても詳述する。愛知電気鉄道と名線の大田川を起点駅として愛知県南西部の千下半島東岸の中心都市である半田町を経由し、 半島南部の港湾に至る路線を敷設、運営するため、1926年11月に設立された事業者である。1931年4月に第一期開業区間として大田川成岩間が開通し、1935年8月には港湾までの全線が開通した。下鉄道は開業当初より路線運営を愛知電気鉄道へ委託しており、 アイデント、名機鉄道との合併による現名古屋鉄道成立後は、下鉄道線の運営は名鉄によって行われた。その後、太平洋戦争の激化に伴う戦時体制への移行により、陸上交通事業調整法を背景とした地域交通統合の自流に沿う形で、1943年2月に、下鉄道は名鉄へ、九州合併され、保有路線、 車両は名鉄へ継承された。大正年間当時、北半島東岸より名古屋市中心部への公共交通手段は鉄道省の運営する竹戸予選のみであったが、竹戸予選は列車運行本数の少なさや所要時分が長いことなどから利用者にとって不便な路線であった。そのため、地元住民による静願もあり、愛知電気鉄道は1912年12月に、 当時建設中であった同社と小名目線の終わり、横須賀駅より分岐して、ハンダに至る、ハンダ線の付設免許を取得、測量に取り掛かると同時に付設する機場の手配を進めた。しかし、同時期の経済不況によるアイデン本体の業績悪化から、ハンダ線は、測量を応援協会票を設置した段階で建設が中断された。 結局、半田線は1915年12月に免許執行を迎え、幻の路線に終わった。その後、1924年に、半田、高和地区の有力者であった、小栗四郎、中野良吉、中野半左衛門、坂木原伊助らによって、下半島東岸南部の高和に至る、下電気鉄道が計画された。小栗らは、愛伝側に指導協力を求め、 1926年11月にアイデンとこな目線の大田川より分岐して、講和に至る路線の不設免許が交付されたことを機に、発起人集会を開催、資本金は300万円とし、うち100万円をアイデンが引き受けることが決定された。翌1927年10月に、会社設立総会を開催し、社名を下鉄道と変更するとともに、 代表取締役社長には、当時アイデンの社長職にあった相川清成が就任、アイデンの冒険事業者として正式に設立された。1929年12月より、第一次公区として大田川成岩間の建設が開始された。同時期に発生した世界恐慌の影響により日本国内においても不況が深まり、 中途資金調達が困難となった時期もあったものの、アイデンによる技術、資金両面の援助により工事は順調に進み、1931年4月に大田川成岩間 15.8km が暫定開業した。下鉄道線は高速運転を目的として、高速運転時の高負荷に耐えうる重機場や保安度の高い自動閉塞方式及び3位。 式信号機を採用するなど、高規格の路線として建設された。また、大田川千田半田間1 4 8トルについては、伏線規格とし、保安度工場の他高頻度の列車運行を可能とした。また、開業に際しては、反抗性車体を採用する二軸ボギー構造の電車を8両導入した。この電車は、形式称号をデハ910系としたが、 これは、製造年の1931年が、後期2591年に相当することにちなみ、下2桁の91をとって、形式称号としたものであった。直流 1500V 電化、期間1 6 7 m m の路線として開業した、下鉄道線は、当初より、アイデント金目線と、相互直通運転を行い、下半だから、 アイデンの名古屋市内における拠点域である神宮前までを最速35分で結び、従来北半島東岸における唯一の公共交通機関であった竹戸予選がハンダ田ツタ間に1時間半を要していたのと比較して大幅な所要時分短縮を実現した。さらに北半田神宮前間の運賃を竹戸予選のハンダ田ツタ間と同額に設定したこともあり、 下鉄道線は、竹豊線に代わって、半田地区における、重たる、公共交通手段として定着した。また前述の通り、下鉄道線の運営は、アイデンに委託され、実質的に、アイデンの一路線として、アイデンとの連絡運輸を緊密に行った。翌1932年7月には、成リは高枠地間 10.0km が、延伸開業した。同時期には、 鉄道省によって、竹戸予線竹戸予駅から南千田方面への乗り合いバスの運行が計画された。そのため、下鉄道は対抗策として列車増発のほか、1933年7月に農学校前、南成院は浦島の3駅を開業し、半田地区における利便性を向上させた。さらに、千田半島一円において、 乗り合いバス事業を展開した地下自動車の発行株式の過半を取得して子会社化するなど対抗手段を講じた結果、鉄道省による乗り合いバス運行計画は撤回されるに至った。高和口以南は用地買収の遅れから建設が停滞し、約3年後の1935年8月に高和口高和間 3.0km が延伸開業し、全線が開通した。 工和より先、千田半島を横断して、半島西岸の千田軍内海町に至る路線延伸計画も検討されたが、こちらは具現化することなく終わった。千田鉄道線の開業により、千田半島東岸の各地区における対名古屋方面への移動の利便性が大幅に向上したほか、南千田地区における観光開発が進捗することとなった。特に、 講和周辺をはじめとして各地に点在する海水浴場は名古屋地区からの手軽なレジャースポットとして注目され、夏季の海水浴客輸送需要が年々増大した。また、愛知商船と連携して講和港を拠点とした日間鹿島、篠島及び伊勢島方面への観光ルートを確立するなど、下鉄道線は都市間輸送路線のほか観光路線としての機能も担った。 1935年8月に、下鉄道の親会社であるアイデンは、明機鉄道と対等合併し、現、名古屋鉄道が成立した。この結果、下鉄道は、名鉄の参加事業者となり、従来アイデンに委託された地下鉄道線の運営は、名鉄へそのまま継承された。その後、1941年に勃発した、太平洋戦争の激化に伴う、 戦時体制への移行により、日本国内においては、各種資材や燃料などの統制強化とともに、陸上交通事業調整法を背景とした、地域交通事業者の統合が行政より、事実上強制されるようになった。下鉄道の親会社である名鉄は、そのような時流に沿う形で、自社路線に隣接する鉄道事業者の統合を進め、 千下鉄道は1943年2月1日付で、名鉄へ、九州合併された。合併比率は、名鉄10に対して千下7.5とされ、従業員は、待遇、報酬とも、千下鉄道在籍当時の条件のまま名鉄へ、転籍したほか、保有路線及び、保有車両もすべて名鉄へ継承された。なお、千下鉄道線は名鉄へ継承された当初、 下線と称されたが、戦後の1948年5月に、路線名称を、鉱和線と改称した。下鉄道路線図名鉄合併後の地下鉄道線の動向については、名鉄鉱和線年表を、参照1934年12月当時のダイヤにおいては、特急が1日1往復設定され、休行が7から22時台まで上下とも60分間隔で、運行。 その間に普通列車が設定された。特急は、北田半田神宮前間 27.3km を27分、急行は、同区間を32分で結び、開業当初の所要時分と比較して2から3分の時間短縮が図られている。急行は1940年9月時点では、同区間の所要時分が30分と、さらに短縮され、標定速度は、 時速5 4 6トルに向上した。その他、1932年から1936年にかけて、神宮前高和館に、臨時の海水浴特急、千鳥が、夏季限定で運行された。同列車には、デハ910系の二両編成を充当。運行時には専用のイラスト入りヘッドマークが、前頭部に掲出され、 神宮前高和館 41.3km を44分で結んだ。2形式合計11両の電車を保有した。いずれも制御電動車として設計、製造されたが、うち3両は落成直前に制御車に設計変更されて竣工した。ありがとうございます。